今日はパラレルマイナーというものについてご説明したいと思います。パラレルマイナーというのはですね、メジャースケールと同じ音から始まるマイナースケールのことです。C メジャースケールであれば C マイナースケール、ナチュラルマイナーと考えていいでしょう、をパラレルマイナーと言います。もうこれだけの話なんですね。当然ながら C マイナーのパラレルメジャーというのは C メジャーになるんです。でですね、日本語に訳すと思いっきりわけわかんなくなるんですね。平行調同主調っていう言葉があって、その平行っていう言葉が英語に訳すとパラレルになる、あべこべになってしまうので、私たちのトータルキタイマスではですね、日本語の平行調同主調っていう言葉、ここに書いておきます。これをですね、使えませんので、そのただ常にパラレルマイナー、リラティブマイナーと呼ぶと考えてください。この対応関係も一応ここに書いておきますけど、リラティブキーが平行調、パラレルキーが同主調っていうこと書いておきますけども、この対応表っていうのを覚えたらややこしくなるだけですので、これちょっとスタッフがここに×を打つと思います。こういうことを考えずに、今最初に前半でお話した同じ音から始まるメジャーとマイナー、これがパラレルメジャー、パラレルマイナーということだけ覚えておくといいと思います。前回のメロディックマイナーもそうでしたけども、私たちのジャズポピュラーの音楽理論っていうのは、クラシックとの違いによって混乱したりですね、言語の違いによって混乱したりすることが多いので、何かを基準に統一して考えて混乱を避けるということが大切になります。分からなくなったらいつでもですね、トータルギターメソッドの Facebook レッスンの質問スレッドからご相談いただければと思います。この動画はトータルギターメソッドの会員様に向けたものですが、会員様のご購入によってこれからトータルギターメソッドをお求めになる方の参考になれば、方にも参考にしていただければと思って一般公開にしております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今からちょっとした会合に行きたいと思います。ここなんです。ものすごい著名人の方がたくさんいらっしゃってるの分かりますかね、ショコタンから。すごいな、こんなに内藤選手も来てるんですね。すごいですね、これ。今たくさん有名な方が来て、ここにすごい有名な方も来てます。藤井さんもいらっしゃいました。今ちょっと小林さんちょっと遅れてらっしゃる。